28分46秒、28分45秒。あ、来た。仮面の愚者、やっぱりあの人たちの仕業なんだ。君がここに現れたってことは、簡単に説明するね。今から30分くらい前に私のとこに発信者不明のメッセージが届いて、すぐに駆けつけたの。27分52秒、27分51秒。美しい夢は秩序の庇護を失ってるから、ここであれが爆発したら大変なことになる。時間をかけて調べたんだけど、あの爆弾は特殊な構造をしてて、何か不思議な運命の力でロックがかかってるみたい。多分作った人以外には解除できないんだろうね。時計屋の招待客のこと、残念だけど私の経験からしてその人たちじゃ状況を変えられないと思う。メモキーパーなら人がいない場所に爆弾を移動させられたかもしれないけど、人形の中にメモを見つけたんだ。彼女たちにどんな確執があるのかは知らないけど、この方法は使えない。実は全く方法がないわけでもないの。覚えてる？脚本には私が夢の地で3回の死を経験するって書いてあったこと。多分だけどこれが3回目の前兆なんだと思う。もう知ってるかもしれないけど、私は生まれつき夢を見られないの。夢に入る時も性格ハンターの特別な手段を使ってる。そのおかげで私には他の夢追い人にはできないことができるんだ。奥室の重圧が与える苦痛に耐えることができれば、美しい夢の外にある原始の記憶域に潜り込める。そうすれば貴重石号に活路を開いてあげられる。あの爆弾を無境の奥深く、できる限り深い人のいない場所へ持っていく。そうすれば誰も傷つかずに済む。心配しないで。ファイアフライの走行ならカウントダウンが終わるまでに私をその場所に運べるはずだから、それどころか無事に戻ってくることだってできるかも。今のところこれが最善かつ最も合理的な選択肢なの。だってこの長い物語の最後はハッピーエンドになるはずだから。いい言葉を教えてあげる。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。ヨミさんから教えてもらったんだ。今ありえないことがたくさん起こってるけど、そういうのって本当にありえないことなのかな。私はね、ただそのありえないが否定される瞬間がまだ来てないだけだと思うんだ。文字通りの終わりだろうと、死のような苦痛だろうと、危険極まりない死地だろうと、定められた終点に着くまでそれらに違いはない。だから私はまだたくさんの選択ができる。それに私も信じてるの。私たちが選択をした瞬間、
心の中ではもう結果が決まってるんだって。運命が私たちを作るんじゃなくて、私たちが運命を作るんだよ。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。ちょっと順調すぎるなね。カウントダウンを早めます。火に向かって飛ぶホタルのように人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利がある。でしょ。それぞれの目的を持ってここに来て、思わぬ方法でそれを実現した。その結末が甘美であれ、幻であれ、苦い現実的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。私はね、君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。私がここに来た時、ちょうど一人の子供がそれを抱えていた。その花は時計屋と、彼が生涯思い続けていた戦友のためにジェシーおばさんが用意してくれたのだと彼は言っていた。ミハイルは毎年ここに二つの花束を置いていたそうだ。そして彼がいなくなった後、それは三つになった。あなたの願いはずっと誰かが覚えている。望んでいた通り、今ピノコニーの長い夜は明けた。前途は必ずしも順風満帆ではないかもしれないが、人々は自由へ向かって進む覚悟ができている。ティエルナ、これでもう帰れるだろう。未来の七死人も次の目的地に向かう準備ができているようだ。でも出発する前にまだ最後の仕事が残っているわ。これまでにも私は多くの別れを経験してきたが、今回こうしてあなたたちと笑顔で別れることができて嬉しい。だが出発する前に、過去の七死人にいろいろと言いたいことがあるんじゃないか。死者の物語に完璧なピリオドを打つことは何よりの慰めになる。彼らはここにいる。さあ、行くといい。
この彫像、前はなかったよね。これがギャラガーが私たちに残した最後の謎みたいね。結局私たちはギャラガーの正体を知らないばかりか、彼が生きている人間かどうかすら判断できなかった。なんていうか、あのおじさん、さすが虚構歴史学者って感じだよね。そういえば、あの人フィルムランドで自分は13歳だって言ってたけど、もしかして別の意味があったりするのかな。でも全部謎で説明するのは、少なくともうちらがピノコニーで一緒に過ごした時間と、この土地に対するあの人の忠誠と愛情もきっと本物だよね。ギャラガーと眠れるハウンド、宴への招待書、すべての嘘、それから唯一の真実に敬意を表して。また会うことがあったら、今度はあんまり謎めいたこと言わないでよね。最初に車掌さんからのお願いを聞いた時は正直びっくりしたんだよね。七死人は開拓の人間で、いいことをしても名を残さない。時間だってかなり経ってるし、こんな広いピノコニーでどうやって3人の行方を突き止めればいいんだろうって思ってた。でも今は夢の地では本当にできないことなんてないんだなって思ってるよ。歴史は死者の名を残さないかもしれないが、星々は彼らの足跡を見届けている。長い夜に訪れる最初の光は、往々にして何も照らすことができない。それが一瞬で消えてしまうのに対して、夜はあまりにも長いからな。だが、それによって人々は知ることになる。夜空にいつも光るものがあったとしたら、星が一つ落ちた後には、無数の流星が空を横切ることになると。ブルックリン・ティエルナ、ラザリナ・ジェーン・エスデラ、レールを敷いた開拓者たち、もう二度と沈黙しない歴史、ほとばしる情熱と勇気、そして星々への旅路に敬意を表して。あんたたち、もうピノコニーを離れるのか？すまないな、ミカさん。別れを言いに来るのが遅くなって。何言ってんだ。あんたたちは時計屋のために多くのことをしてくれた。ろくな礼はできないが、せめてドリームリーフを代表して、七死人一行に一杯捧げさせてくれ。ドリームリーフの人々はこれからどうなる？多分ここに残るだろう。目を覚ましていることに慣れてる人が目を閉じて暗闇の中で生きていくのは難しいからな。秩序が消えた後、誰かがこの原始の記憶域を見守る必要がある。ピノコニーの夜は長く、まだ全員が安心して眠れるような状況じゃない。向こうの美しい夢については、あれがなくても
俺たちは今まで生きてきた。そうだろ？ミカさんとドリームリーフの住民たち、長い夢の森人、忍耐の歳月、数々の悲しい夜、そしていつか訪れる夜明けに敬意を表して。結局またここに戻ってきたわね。この開拓の旅はあんたとドアボーイの出会いから始まって、途中いろいろなことがあってまた最初のスタート地点に戻ってきた。まるで時計の針が何度回っても一日の始まりと終わりがいつも前に進む12時になるかのように。多くを語る必要はないわね。この物語はあんたから始まったんだから、あんたで終わるべきだわ。そして次のページをめくりましょう。ラグウォーク・シャール・ミハイル、夢の地の時計屋、請求列車の七死人、ピノコニーの過去、現在、未来、そして死ぬまで変わらない夢に敬意を表して。これでうちらの七死人としての使命は終わりだよね。開拓は人々に方向を示すことができるが、世界の運命は最終的にそこに住む人たちに委ねるべきだからな。きっとミハイルはこの日を見届けたかったんだろうな。ミツキちゃん、どうかした？ちょっと変な感じがするだけ。これまでも似たような感じがしたことはあったんだけど、今回は少し強い気がする。言ってみろ。もしかしたらみんなも同じことを考えているかもしれない。つい考えちゃうの。ミハイルもティエルナンもラザニナも長い人生の中でたくさんの物語を経験してきたんだなって。三人にも若かった時があって、うちらみたいにぶつかり合ったり騒ぎ合ったりしてたんだよね。仲間、ライバル、旅、冒険、悲しい思い出、楽しい思い出、うちらが慣れ親しんでる毎日を同じように経験してる。でもそれも全部過去のことなんだよね。わかってる。でもうちの心を締め付けてるのもその今なんだよ。例えばだけど、本を読んでる時、登場人物が次々と困難にあって、最後も後悔でいっぱいの結末を迎えたら複雑な気持ちにならない？うちらは登場人物たちの人生の細かいとこまで見てるから、その人たちのことを特別だと思っちゃうんだよね。だから現実的じゃなくても合理的じゃなくても、結末が訪れるとしたらそれはハッピーエンドであってほしいの。でも、もし彼らが、それとうちらがそんなに特別じゃなかったとしたら、
ミハイルがこの椅子に座って毎日毎日請求列車が来るのを待ってた時、あの人は何を思ってたのかな。あの人が人生の最後に自分は後悔してないってきっぱり言えたんだとしたら、今うちらの心にあるこの後悔は一体何なの。そうね、私たちはみんなその問いの答えを探しているんじゃないかしら。銀河は広く、生命は小さい。開拓の足跡は止まることはないけど、宇宙という尺度で見れば、普通の人は一生をかけてもわずかな距離しか進めない。でもそんな短い道のりがつながり合うことで、無数の世界を結びつけることができるの。宇宙はレールに枕木を残した人たちのことを覚えてないかもしれないけど、私たちは覚えてるでしょ。私たちが覚えている限り、彼らの物語は終わらないわ。ミハイルが私たちに残したものは、この問いに対する彼の答えなの。それは完璧ではないかもしれないけど、激動の人生を送った過去の七死人が、人生の最後に心からの笑顔になれるものなのよ。一方で、その意味は後に続く私たちが解釈することになるんだけどね。重要なのは答えじゃなくて、他の人の答えからうちらが何を得られるかってこと？ええ、それが開拓よ。うん。ごめんね、なんか重い雰囲気にしちゃって。ほらダンコ、なんか寒いジョークでも言って空気を和らげて。今から先のことを考えるのは決して悪いことじゃない。いつかは俺たちも別れに向き合うことになるだろうからな。だがそれまでは長い道のりを共に歩んでいくことになる。そうね。そして今一番大事なのは、ピノコニーでの体験を車掌に伝えることよ。それから準備を整えて開拓の次の目的地に出発しましょう。そろそろ列車に戻らないと。でもその前にヨミと最後のお別れをしてこようかな。